やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。メリー北川名誉会長がお亡くなりになってしまいました。ということで、今後のジャニーズ事務所はどうなるのか。とあとリクエストたくさんいただいてます。スマップの再結成はあるのか、これを機にもう一回占ってということで占ってみようと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてるのでぜひチェックお願いします。リクエストいただく際は過去にもう1000本くらい動画アップしてて、結構いろんな内容占ってるので、過去に占ってないかなって一度検索していただくと助かります。で、個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄とかツイッターに書いてあります。ぜひご覧になってください。前回占ったのがジャニーズ事務所6ヶ月前、確認したら今年の2月10日に占ってました。今年の2月10日に占って、もう半年前に占ってて、このね、メリーさんのニュースを聞いて、この時私なんて言ってたかなと思って見直したら、メリー北川さんが女帝だと。で、その女帝が逆向いてるから、将来のとこで、女帝が女帝じゃなくなるね、みたいなこと言ってて、あと、ジャニーズ事務所全体も大きな変化があるって言ってて、あ、この時の占いはなかなかに当たってたなって自分で思って、あとね、数日前、本当に2、3日前に、個人的に、この動画関係なく、個人的にジャニーズ事務所を占うことがあったんですよ。で、ジャニーズ事務所どうなるかみたいな占いじゃないんだけど、とあるグループのことをちょこちょこって占ってたら、近々大きな、経営陣が変わるよみたいなことが出て、おーって思ってたら、それで、その辺の流れは合ってたなと思って。はい。振り返りでした。ということで、もう一回変化があったので、大きな変化があったので占いますね、また。カバラス比率もう一回見よう。メリー北川さんが11の8でした。8が入ってたね。ただね、ジャニーさんがね、経営者っぽくないって前から言ってて、2も5も。2はサポートタイプでしょ。5は変化と自由みたいな感じで。海外の、5が入ってるから海外の運勢とかね。それはあって、あと人を支えるみたいなのはあってるんだけど、こう率先してリーダーシップみたいなのはあんまりないタイプだけど、でもこういう特性資質でもバリバリやってらっしゃったっていうジャニーズ事務所ならではかなってこうね思ってね。で、ジュリー恵子さんは4の2、超真面目ですね。現実的ですね。堅実、現実的みたいな感じ。未来数が9だから、まあ完成しているとは言えるな。で、この白長谷さんかな、副社長の。この方が相変わらず分からずで、滝沢さんが7の11の未来数5。7の11だけ見るとあんまり経営者向きっていう感じではないけど、7の人も社長に、大きな会社の社長にいるということ、いるっちゃいる。ソフトバンクの孫さんとか7じゃなかったかな、違ったかな。で、東山さんもちょっと出してみました。まだね、経営陣、まだっていうか、まあわかんないけど、経営陣じゃないけど、継ぐとしたら、ね、長男と呼ばれる、ね、マッチはもういないしね。マッチ11、1の1だったから、リーダーといえばリーダーだけど、ちょっと王様すぎるなと思って。東山さんね、もう見たら7の3でした。二人とも滝沢さんも東山さんも7なんだと思って、7、そうね、7は、基本的にどちらかというとサポートタイプです。リーダーシップじゃなくて、サポートかな、どちらかというと。組織の中にいると、でも出世はする。仕事ができるから。で、内側がね、こう、自分の、エネルギーだ。内側じゃない。エネルギーが自分の内側に一番こう、全部向かってるんですよ。なので、7の人が社長をすると、あんまり周りを見ないっていうか気にしないっていうか、ちょっとワンマンっぽくなりがちかな。ワンマンっていうとね、なんか響きが悪いけどね。なんだろう。興味が自分の内側にとにかく向いているので、その社長の意志みたいなのがすごく強くなりがちではある。軽くこうカバラス秘術見てみます。じゃあ、メインはカードで見ていこうね。今後のジャニーズ事務所はどうなるのか、あと、
このジュリー恵子さん、白羽瀬さんっていうのか、で滝沢さん、東山紀之さん、気になるので東。この4人の運勢とリクエストいただいたスマップの再結成、もう一回占ってみたいなやつね。前回なんかありえるみたいなことを言ったんだっけね、私ね。そこ覚えてないけど。うん。はい、見てみましょう。じゃあ、今から1年間のジャニーズ事務所の運勢とかね、どうなるか。今、8月の半ばですけれども、1年後どうなってるでしょうか。はい、ズバッと出ました。現在にこのカード出るんだ。メリーさんがお亡くなりになって、戦車の逆を背景にタワーの逆。ね、会長がお亡くなりになってしまいました。この、止まっちゃった。戦車が停止する。それによって、これは必要とされる崩壊。今回のね、お亡くなりになったことは、まあ、このタワーのカードが出るくらいのインパクトですよ。タワーのカード一番インパクト大きいですからね。トラブル、アクシデント、必要とされる崩壊、関係の清算みたいなカードがドンと出ました。ちょっと前から月のカードだから、うん、先行きがちょっとね、不安とか迷い、混沌ではあったんだね。で、気持ちとしては、ジャニーズ事務所のこの経営陣の気持ち、肯定の責任感がドンと出てますね。これタッキーか、誰かこの副社長のどっちかだろうな。副社長たちの、肯定たちの責任感。ジュリーさんではないね。男性の強い責任感がドン。いや、東かもしれないよ。うん、誰かな、誰かの責任感が顕在意識に出ていて。で、潜在意識は、ああ、なんてアンラッキーだったんだ。ちょっとタイミング悪かったな、みたいなカードが出てますね。はい。で、近い将来、力の逆なので、力が正位置だと正しい方向に 100% ね、力が発揮できる。目標に向かって自分の力で歩めるみたいな感じなんだけど、そういう逆位置だと正しい方向に力が発揮できないとか、遠慮しちゃう、尻込みしちゃう。うん。ちょっとやる気とか、パワーが、エネルギーが低下しちゃうみたいな時期なので、この2、3ヶ月は事務所全体のエネルギーダウンっていう感じかな。ジャニーズ事務所の立場、死神の逆を背景に、審判の逆。死神の逆はね、古いものをこう捨て去って生まれ変わる、再生するみたいなカードなんですけど、創業者の創設者のジャニーさんもメリーさんも亡くなってしまったっていうことで、うん、この古いって言ったらあれかもしれないけど、うん、過去の、うん、古いお二人が亡くなってしまって、さあ再生の時だよ、生まれ変わる時だよって、そういう立場なんだけど決断ができてないんですね。どうしようかまだ、うん、決まってない。いろいろ決断力とかに欠けてる。どうするどうするみたいな、すごく迷いとかね、優柔不断さが感じられますね。で、ジャニーズ事務所を取り巻く環境がフールの逆、無知無計画。ジャニーズ事務所を取り巻く環境、まあね、取引先とかね、ファンの目とかいろいろありますけれど、取り巻くもの、それがね、あんまり良くないんだな。周りがちゃんとこのジャニーズ事務所って何なのかみたいな、その本質とは何なのかみたいな、その辺をちゃんと分かってないとか、そういうことかね。で、可能性に太陽の逆、最終結論に正義でしょ。難しいな。一年後、半年後、一年後、なこのまま、なんかどんどんパワーダウンしてね、もう力がなくなり、な目標を見失い、なんか目標も達成できず、暗く、多分どんどん、こうエネルギーとしてはこう、右肩下がりでダウンして、どうなっちゃうのってすごく心配になると思うんだけど、最終的に誰かがドーンって決断しますね。厳しい決断を、人為的な決断をします。なんだ。誰かを切るとか、この経営陣の中の誰かがいなくなるとかね。バランス調和を図るために、なんか人為的な
厳しい判断、スパーンってこの刀を振り落としますみたいなことを誰かがしそうな気がします。あ、そういう厳しい判断来たかみたいな。うん、その人を切ったか、その人いなくなったかみたいなね。うん、もしくはその人、誰かがこう新しく入るかみたいな。それでバランスを保とうとします。対策注意点、女帝、前回占った時さ、女帝がメリーさんからジュリーさんに今変換期だよ、転換期だよみたいなこと出ましたよね。なのでこの女帝は多分ジュリーさんだと思うのよ。ジュリー恵子さんだと思うの。女帝、これはなんか対策注意点でしょ。社長は、ここはね、男性陣じゃなくて、あ、ジュリーさんすでに社長だよね。そうだよね。すでに社長だから。うん。なんか社長を変えるっていう感じじゃないかな。社長を変えろとは言ってない気がする、タロットさん。このまま、女帝が女帝のまま行けよみたいな感じがする。ね、ここでなんかさ、社長をさ、例えばタッキーとかさ、その、白橋さんとかさ、ちょっと、白橋さんわかんないけど、ね、とか、なんか、変えないでそのまま行った方がいいんじゃないかなって言ってる気がしますよ。うん、対策注意点。はい。じゃあ、一人ずつ見ましょう。ジュリー恵子さん。ジュリー恵子さんの、この一年の運勢。なんか、この前3枚引きだったけど、今回から、ザーって全部並べるね。はい、ズバッと出ました。あった。ジュリー恵子さんの力が弱まりそう。過去マジシャンだからすごい頑張ってきたのね。で、今、さ、お亡くなりになってしまいました。で、それを背景にして厳しい判断がジュリーさんの現在に出たね。で、気持ちは今、いろいろ喪失感でいっぱいよ。それはそうだよね。でも近い将来、世界のカードなの、何かを完成させるんですよ。はあ、いやー、これさ、さっき、ジュリーさんが社長の方がいいよって、タロットさんは言ったけど、ここで終わりになる可能性もあるね。世界のカードが出た。もう、完成。ここでもう、すべて完結みたいな。そう、この先の総合的なとこがすごく悪いから、もしかしたら社長、ジュリーさんは、もう半年以内、2、3ヶ月くらいで辞める可能性もあるなって思った。総合的なとこがすごい悪いの。立場が星の逆でしょ？で、環境法の逆。なんか、孤立してんだよね。で、可能性があくまで最終結論、力の逆。病気とかなんか、人間関係のグダグダ騙されるとかなんかその辺気をつけてほしい。やっぱ気力体力がすごい、すっごく低下しそう。対策注意点、女強子。今度は女強子が出た。どういうことだ？飯島さん？ここで出てくる飯島さん。もう、なんだろう。女強子が出るとさ、そのね、スマップの元マネージャーの飯島さんを思い浮かべてしまうんだけど。飯島さん呼んだ方がいいかな？呼んだ方がいいかもしれないってちょっと思っちゃった。はい。ということで、ジュリーさんは、社長辞めるかもな、さっき。タロットさんは辞めない方がいいかもねって言ったけど、辞めるかもしんないね。じゃあ、白橋さん。ちょっといつもね、前回から謎の人物なんだけど、名前だけで出ていてさ、ウィキペディアにも何にも生年月日も載ってないから、謎の人物なんだけど、この人が本名かどうかもわからない。何者なのか全くわからないんだけれど、ファンの方知ってます？白橋さんが何者なのか。どういう経歴でどっから来てみたいな。はい、ズバッと出ました。あー、この人社長になる？知らないけど。皇帝のカードが出た。そう。今ね、なんか揉めてるんですよ。恋人の逆。人間関係で。今現在揉めてて、で、近い将来太陽でしょ？彼の立場はめっちゃ悪いの。タワーの逆を背景に戦車の逆。メリーさんにめちゃめちゃ気に入られてたとか、メリーさんとセットのような人だったとかかな。
それでこの恋人の逆とか、それでメリーさんが亡くなったからなんか立場的になんかあんまり良くなくなったとか、そういう感じかもしれないね。わかんないけどね、憶測だけど、なんかメリーさんともうがっちりもう2とかの関係みたいな、なんかすっごいがっちり組んでて、メリーさんがいなくなったから立場悪くなったかな、揉めてるかなみたいな感じがする。で、取り巻く環境も運命のあでしょ、アンラッキーで、可能性に釣り人の逆、頑張っても全部無駄に終わってしまう可能性があるけど、最終結論肯定が出たと思って、誰これさ、うん、この4人の中で誰か社長になる系のカード出るかなって思ったけど、白橋さんが肯定のカード出たか、最もわからない人、対策注意点、マジシャン、創造性を発揮しなさい、作りなさいみたいなね、カードが出てますね。あー、白橋さん今めっちゃいいカード出たよ。はい、じゃあ滝沢さん、滝沢秀明さんの運勢、ズバッと出ます。まさかのタッキーまで肯定が出た。二人社長ってあれ言えるかな。とりあえず、ジュリーさんはこのままで行くと、あ、でも待って、ここに世界の逆がある。はい、難しい。なんか、ここまで並べたら、あれ、タッキー途中で、これ中途半端なところでいなくなるっていうか、中途半端とかね、そう。完成できないみたいなカードなんですよ。それが出たから、2、3ヶ月でもうなんか、社長コースはなくなるのかなって思いきや、なんか総合的なところで、また社長的なカード出たよと思って。おー、これはジュリーさんも、ジュリーさんが会長にズズッとなって、男性陣2人、白橋さんとタッキーが、2人、ほぼ同列な、感じかな、皇帝。タッキー今メンタル超不安定ですよ。月と節制の逆、もうストレスでいっぱい。で、でもそこからなんか、生まれ変わらなきゃ、再生しなきゃって頑張るんだけど、不発に終わるの。近い将来。ここがすごい悪いんだよ。何があるんだろうって思ったんだけど。彼の立場が、女帝の逆を背景に、ほう。さっき白橋さんはメリーさんとすごい仲良かったんじゃないかって言ったじゃない。逆に滝沢さんはメリーさんとあんまり良くなかったのかなって思ったりしちゃった。逆向いてるから。うん。でも信頼はされてんだね。で、タッキーを取り巻く環境はフール。ここなんかフール出がちだけど、なんだろう。よくわかんないのかな、周りからよくわからない人だなって思われてんのかな、なんかジャニーズ事務所もタッキーも。で、可能性に恋人、最終結論肯定でしょ、周りと仲良くやってもう社長的な立場に行きそうな気がするよ。対策注意点、正義のカードも今日よく出るね。バランス調和を大事にしつつ、人為的な厳しい判断をバシッとしなさいよって出てます。はい、木沢さんと白橋さんがまさかのダブル肯定。ほう。ズバッとどっちかなって出したかったけど、両方肯定が出たね。じゃあ、東さん。東山紀之さん。うちのね、旦那さんがね、少年隊大好きで、今回のメリーさんのニュース、聞いて第一声が、東とかにやらせろよって言ってたので、それがこの、今回の、この、東山さんを占うのに、入ってます。うん、ね、長男って言われてるし、占ってみようと思って。ちなみに旦那は、これもね、半年ぐらい前のモニタリングに出てます、うちの旦那が。で、そっくりさんとのね、歌のモノマネと本物の人の声を聞き比べるみたいなところで、事前のインタビューで好きな歌手はとか、少年隊が好きですって言って、少年隊ツっていうグループを作って踊ってますみたいな感じでテレビの中で、モニタリングの中で踊った。その、リスナーの何人かの方はね、見たと思うけど、うん、過去の私のツイッターとかに残ってます。写真とか動画アップしたかな。はい、ズバッと出ました。東さんがむちゃくちゃ不安になるわ。すっごい悪い。もう点数で言うと、
限りなく0点に近いくらい、もう、今回のことがショックすぎるのかな、なんだろうな。もう、とにかく今は、さっきからここに審判の逆がさ、ほぼほぼみんな出てるよね。審判の逆も、後悔とか、決められないとか、物事がこうね、決まらなかったみたいなカードですよ。後悔するとか。で、これ多分亡くなったことのあれよね。うん、カードよね。で、それを背景にして、もう絶望ですよ、太陽の逆。東さん、絶望感。で、顕在意識、恋人の逆でしょう。うん、でも潜在意識では、なんかこんな辛い中でも何か自分は作り出さなきゃみたいな使命感はあるんだね。でも近い将来タワーなので、これ心身のこの崩さないかね、崩壊してしまわないか、超怖い、不安。体調不良で、みたいな、ストレスの体調不良でとか、何かこうトラブル、アクシデント、怪我、病気な、この辺ちょっと気をつけていただきたいです。立場がね、今、超感情的になってます。うん。我を見失うほどに、今出てきた登場人物の中で一番悲しいんです、東さんが。東さんのを取り巻く環境はいいのね。環境はこう、道筋がこう、どこに行くべきかみたいなのはあって、これはいい。環境だけが良かったけど、可能性4の逆、最終結論星の逆。東さん、頑張って改革しようとするのかな？ここを変えなきゃみたいな。だけど、それが、ちょっと、古い考えから、なんかね、頭が固くて、そこから逃れられなくて、ちょっと斬新な、革新的な考えに至らず、孤立するとかね。うん。頭が固すぎるとか。でも目標は高すぎるみたいな。目標高すぎるんだけど、ちょっとやり方古すぎるかなみたいな感じかね。あんまり良くないね。で、対策注意点節制。とにかく、東さんは、メンタルを今は、ゆっくり落ち着かせて大事にしてくださいみたいな感じよ。うん。はい。東さん、ちょっと経営陣になるかみたいな感じではないかな、今のとこ見ると。じゃあちょっとスマップね。スマップ。このタイミングで見ます。スマップの再結成はありえますか？前回どんな結果出たんだっけ？なんかさ、毎日占いすぎて忘れちゃうんだよ。前回の結果を。となんか良かった、いい結果だったようなうっすら気がするんだけど。スマップの再結成はあるのか。はい、ズバッと出ました。あ、いいか、いいですよ。あ、そうだよね。前回もいい感じだったよね、確かね。これはね、女帝次第だから、ジュリーさん次第よ。ジュリーさんさえ、もう OK って言えば、いつでも、みたいな感じ。環境がただちょっと悪いけど、あと彼らの気持ち、本人たちの気持ちとしてちょっと尻込みして、それはどうかな、みたいな、なんか遠慮がちになってる、尻込みしてるみたいな、怖がっ、ビビってるみたいなのもあるのと、環境が整ってないっていうのはあるんだけど、誰かがビシッてこう、はい、やりましょうってやれば、最終結論、陰者と節制でしょ。これね、気持ちが非常に穏やかな、両方、こう、落ち着いた大人な、穏やかなカードよ、気持ちの流れが。内省するカード、賢人のカードと、とっても穏やかなカードが出たから。うん。なんか、華々しいイエスって感じじゃないけど、穏やかにいい流れじゃない、流れとしては、いいところ来てるよって言ってる気がします。なので、ジュリーさん次第よ。ね。ジュリーさんの、あ、やりましょうって言いさえすれば、簡単にできそう。そんな流れはできてます。はい。以上になります。いかがだったでしょうか？では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん。ぽい。グーなので、パンの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。